PS によると、政府のサード配備決定後に報復措置と思われる中国の貿易規制が相次いでいる。韓国を狙った全世界の非関税障壁の半分以上が中国によるものと把握された。血統計を作るメーカーが世界80カ国に製品を輸出している。中国の輸出だけで1年に80億ウォン。ところで唯一中国当局の販売認証手続きは難しい。国際公認成績書を認めず現地の認証手続きを再び踏まなければならない。イジェシュ、アイセンス副社長。許認可を受けなければならないのに許認可を受けるために時間がかかる。時間がかかるということは製品が旧モデルになってしまう欠点があります。電気自動車用バッテリーの認証制度と補助金支給についても随時変えている。現地工場まで建てて中国市場を攻略しようとする私たちの会社が事業計画を立て一貫して推進するのが容易ではない。中国はこのように多様な形態の非関税障壁を打ち出している。韓国を狙った世界の主要非関税障壁は49件、このうち中国が施行したものが26件で半分を超えている。私たちの輸出の4分の1を占めるほど中国との交易比重が大きいことを勘案する必要がある。しかし先週異例の形で私たちの化粧品輸入が大量に不許可になるなど、サード配備決定後に非関税障壁がさらに厚くなっている。問題は非関税障壁というのが中国が勝手に定めた基準ということだ。本来緩く設定されていた規定を強力に適用したり、自国民の健康などを理由に挙げ規定を厳しくすれば入り申し立てや対抗措置が容易ではない。政府の悩みが大きくなる理由だ。韓国にいるチャンゲ芸能人を一人残らず放出させろ。国民の皆さん、中国旅行に行かないように、そのお金を国内で消費してください。それで経済が行きます。そこに行けば肺がんになって戻ってきた韓国人が多くて、チャンゲは微細粉塵で肺から滅びるであろう。微細粉塵というのが 50% は国産と言っていたが、なぜ中国だけのせいにするのか。それが問題だ。良心の考え方ではなくて何なのか。中国に売ろうと悩まずにサード配備してくれた米国に売ればよいね。簡単だね。中国市場から撤退してアフリカ市場を開拓するとよいね。ウガンダ、ザンビア、アンゴラなどの国に行って市場開拓を試みて。不交代が多いよ。中国が13億市場というが、アフリカも人口が多い。そしてヒュンダイ車も皆中国からカンボジア、ベトナム、インドに行った方がものすごくいいでしょう。人件費も中国よりも安く、インフラ施設もはるかに良く、物事がうまくいくでしょう。それがその言葉のように簡単なんですか。チャンゲとの交易を切れ。チャンゲは常識が通じない共産党国家だ。どうせサード配備がなくても自分たちで勝手に決めて規制する答えのないゴミ集団である。どうせこれと同じようになったので強く対応をしなくちゃ。政府が悩んでいるのか。経済状況が何一つ正しく回っていくことがないね。韓国自体から反省しろ。お互いに中傷して団結がなく、政治家が無能である。米中がもてあそぶ。中国少数共産党既得権が北朝鮮と違うとでも思ったか。北朝鮮政権維持で最も大きな利点があるのは中共である。韓国の輸出 25% を占めているのは問題である。当分の間は少し大変でも中共ではなく新たな市場の開拓をしなければならない。日本よりも中国の方が嫌いだ。歴史的に中国に殴られた方がさらに多い。韓国は反日教育はしながら、中国は良いと教育させる傾向がある。幼い王女を捧げなければならなかったその悔しさを記憶しなさい。君たち朝鮮人は、国家安全保障や民族自尊心の喪失より経済報復による窮乏が怖いのか。それでは少女像、サードも片付けろ。選択はお前らがすることである。この選択を正しくできないのだ。ただお前らが望む人生を選択すれば良いという意味だ。中米人断交まで覚悟した自主の人生を選択して、それに伴う報復に耐える勇気がないならば、お前らの歴史のように、周辺国に犬のように這って、彼ら投げかけた資料を受けて食べる奴隷の人生を選択すれば良いことだ。編集所感。全体貿易額の 25% が中国で、中国の非関税障壁の比率が 50% 以上とはどれだけ極端なことか。よほど中国から気に入られていないのがよくわかる。
前に米国が約5000キロの探知距離を持つ X バンドレーダーを配備するとあったが、中国は無反応らしい。中韓関係は表向きにサード配備を中国側が懸念しているため摩擦が生じているが、本音のところはそうした理由ではないように思える。中国としてはほんの1年半ほど前までは中韓は史上最高の関係となっていたのに、韓国が米国の圧力に屈して舵を切り、中国批判を強め、さらには防衛用と称して迎撃ミサイルを配備することに完全に頭にきたようだ。確かにサード配備をきっかけとして中国は非関税障壁を含めた経済制裁を強化してきたが、サード配備が中国に対して深刻な影響を与えるとは思えない。中国が北朝鮮に対して制裁を行っていないという韓国や米国の指摘は正しく、中国が北朝鮮の核開発に有効な手段を用いないというのも正しい。韓国としてはサード配備は北朝鮮の核に対する対抗措置であり、主張は筋が通っている。しかしながら中国側のねじ曲がった視点では何もかもが違って見えるようだ。中国の官営メディアを見れば中国の考えがいかにおかしいかがよくわかる。中国もサードは問題がないと知りつつ、韓国が米国寄りになるのを防ぐためにカードとして使っている。中国は制裁によって工業品、芸能、化粧品などが韓国から流れてこなくなったが、それほど大きな影響はなかった。韓国からしか入手できない必需品というのはもうそれほどないということである。韓国にとって中国は重要な貿易相手、輸出先であり、中国にとっても韓国は重要ではあるものの、それほどまでではない。韓国は食品なども中国から多量に輸入しているため、貿易が停止すれば大打撃を受けるのは韓国の方なのだ。よって韓国は対抗措置を取ることができず、一方的に殴られっぱなしである。もちろん中国のことだから韓国が何か対抗措置をすればものすごい勢いで罵り、さらなる報復をするだろう。それは経済制裁のさらなる強化であり、先日のような軍事的な圧力も増すだろう。今の韓国社会にはそれに耐えきれる気概はない。すべて朴槿恵政権や権限代行政権にその矛先が向かうだろう。次期政権を狙う野党はそうなることを望んでいるのである。そこでセンセーショナルに登場した新大統領は一気に親中に傾き、多くの問題を解決するだろう。そうして属国政権が誕生し、ひっそりと主権が失われていくのである。あな恐ろしや。チャンネルへのご登録をお願いいたします。パソコンの方は画面中央のボタンをクリック。スマートフォンの方は画面下のチャンネル登録ボタンから登録が可能です。また、よろしければ動画の